おはようございます。12月13日朝6時14分の相場解説になります。これ日足を見ているところですけども、いつも通りいきますね。こういうふうに下がってきて、ここが転換点になり、こっから右肩上がりが始まるが、しかしそこから横ばいに変わっていったということでしたね。で、4時間の方に移ってみます。昨日はねちょっとした動きがありましたよ。4時間で、4時間になってみると、これももう同じですよね。こういうふうに大きな三角形がありましたと、小さな山がありましたと、また大きな山がありましたと、で小さな山が2個続いて、でここでですね、昨日はもうちょっと小さな山が続くのかなと思ったら、ズバーンと突き抜きましたね。朝起きてみたらびっくりですね。なんだろうこれはって感じです。で、昨日を引いた線は、ここの大きなレンジがあるのと、この小さなレンジがあるのとに挟まれていて、その小さなレンジのブレイクが起きているということなのかなと。まあ、後付けなんですけどね、これはね。そんなね、あんな大きな動きがあること分かんなかったですからね。はい、このような形で1時間が形成されているときに、まずは N がここにありますね。こう、売りが始まって、調整があって、また大きな売りがありましたと。いうことですね。そこからレンジがずっと始まるわけなんですけども、この感覚で動いているところがありますよね。で、昨日私が気づいたのは、こことここと、そしてさらにここに当たったら上がっていくというところでした。その上がり幅がちょっと小さくなっていくところは小さくなっていったんですけども、昨日は取れたのはですね、ここですね。昨日朝から夕方にかけて取れたのはここでした。巨大化したのがこれです。大きくして取れたのが、ここでエントリーして、ちょうどここでイグジットしたと、ちょうどこれが取れたんですね。で、10.5 ピップスほど取れて、いやーよかったよかったと思って、昨日は相場を閉じたんですけども、閉じた瞬間にこういうふうにね、下がり始めたんで、ナイスなタイミングだったなと思ったら、まあ今朝起きたらこの大きなね、やつがあったという。これは何なんでしょうか。これはね、さすがに私の力量では取れないですね。はい、これですね。これは私は取れませんでした。こんなん、取れたことがないです、こういうのは。ただずっと見てたら、多分ここをね、ブレイクした時に、私は一回取れてたと思いますね。そのぐらいですかね。まあ、気惜しみでも何でもないんですけども。で、この後なんですけども、この1時間足を見るにですね、あれ、カーソルぐらいなくなっちゃうんですよね。はい、1時間足を見るに、おそらくこれが同じように下に向かうんじゃないかなと思うんですよね。この大きく上がった分だけ大きく下がるということが起きてくるんではなかろうかと思います。もう一回デイリーの方戻って、4時間の方戻ってみましょうね。はい、こんな感じですけども、ここでですね、私が符号しているのは、大きな三角形、小さな三角形、大きな三角形で小さな三角形、まあ、ここは2個ですけども、でこれがまた大きな三角形になるかなと思うわけですよね。いや、わかんないですよ。こんなね、冗談みたいなリズムとか取らないと思いますけども、とかくこの波動ってのは似たことが繰り返されるんで、今回もそのうちの一つかなと推測するんですよね。まあ、ですんで、今度はちょっと売りを考えていかないといけないかなというふうに思ってます。それが今日の相場になりますね。まあ本当にどうなるのかわかりませんけどね。はい。こういうふうに見たときにも、同じようにですね。ちょっと大雑把ですけども、こういうふうな、まあフラッグとも言えなくもないかなという形を取ってると思うんですよ。フラッグっていうのが頭に入ってれば、これが描けるわけですけどね。そうなるとまたこうじゃないかなと思うところもあって、フラッグと考えられるんですよね。ただこれね、こっちから入っていったからこっちに抜けるみたいなフラッグになるかどうかわからないんで、そこまではちょっと今のところはね、仮説を立てないでおきましょう。とりあえず売りで取れるんではなかろうか、そんな金曜日になってるんじゃないかなと思っているところでございます。以上です。